昔の荒川組はここに事務所があったんだ。小さかったけどいい事務所だったな。一番からしたら家みたいなもんだったのね。ああ、みんなもたまには実家に帰ってやれよ。亡くなったら二度と帰れねえんだからな。あんたが言うと重みがあるわね。